やばい感じだね。あ、あ、お、抜けた。はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。予告通り、ちょい乗り、キャブレターを直していきます。はい。はい、とりあえず行ってみましょう。よいしょ。はい、こんな感じ。はい、前回、このキャブレター、なんかおかしいんですよ。前のオーナーさん曰く、なんか部品を1個なくしてエンジンかかんなくなったってことなんですけども、なんかどうやらちょっと事情が違うようで。ちょっと違和感かすぎ。そう、スプリングもクリップもあるんだけど、この切り欠き、これの位置が問題なんですよ。全然違う。まあ、とりあえず、はい、バラしていきましょうか。はい、というわけでキャブレターをバラしていきましょう。まず、ガソリンホースだね。はい、多分これあのキャブレターバラさないとエアクリーナーが取れないような気配なんだけど、よくわかんないんですよ形状が。で、今回これ兵器登場、ガソリンホース止めるやつ。ちょっと狭いけど、これちょっとそういう専用品か。そうそうそう、専用品。今までこれね使ったことなかったんだけど、見てみるとすごい便利な。これこうキュッキュッキュッと閉めれる。すげえ。ガソリンが漏れませんよと。まあ、一応あのコックオフにしてるから漏れないと思うんですけど、ポンと。ですよね。はい、抜けました。キャブレターを取るんだけど、これはブローバイホースだね。何せ、まるっきり初めてのエンジンなので結構緊張する。これもう外しちゃっていいのか。今これもうアクセルワイヤー取れない状態だから、それ無理やりでも引っ張れねえもんか。いや、ちょっとやめた方がいいかなと思う。ちょっと繊細な部品なので、それバキッて言っても困る。マニホールとそんなにボルトは固着してない。エンジンバラしてたのかな、どうなんでしょうね。とかこのエンジンが気になるんだよ。オーバーヘッドカムしか知らないから、カムが下にあるのかな。しかもこのエンジンってあのカムがプラスチックらしいんだよね。大丈失なの。もう全然なんか耐久性も全然ないらしいんだけども、そもそもバイク用のエンジンねじゃないらしいから、もともと興味が尽きない。見てみたい。カム金属で売ってるのかな。というわけで、はい、こう取れました。丸ごとだ。丸ごと、いきなりこれ全部だ。すげえなこれ。すごいね。これでこれがマニホールドだよね。マニホールドで、というわけでこれか。これを外せば、マニホール、あ、これ最初からここから取ればよかったんだな。ああ、シンプルだな。余計なとこ取ってんの俺ひょっとして。まあでもね、どっちみちエンジンの中覗けるんで少しだけ。そうだね、これ。まあいいんだよ。あ、これ、あ、ポン。ポンって言った、ポンって。いや、こいつちょっと戻しとこう。はい。で、こんな感じ。アクセルファイヤー外れないことには。次のエアクリーナー見ます。汚ねえな。わあ。これ、RZ の使えんか。え、なんでこのベタベタなの。キャブレターの中の圧が高くなってきて、そうなんだろうね。可能性もなんかいろいろよくわかんないです。とにかく本当にいろいろよくわかんない。でですね、あ、これちょっと待って、ね、まずこれよくのこんな感じ。はい、こっからじゃないと外せないっていう。すごいね、うん、これもすごいね。ちょっとこれまず開けましょう。やっぱりキャブの径12ぐらいしかない。小さい。まずえ、ゆるえ、ゆる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 これ大丈夫なの。前回ちょっと開けたんだね、これね。だね。ただものすごくゆるゆる。キャブレター自体は詰まってないと思うんだよな、多分。うん、あー、ご会長でござる。開けてみりゃ全てがわかる。なんか今一瞬見たぞ。なんか、お、なんかすごい面白い。うー、なんかいろいろ、あー、なんかいろいろ微妙。汚れてんな。汚れてはいるけど、そこまで、まあ、そっちはキャブクリでなんとかな。あ、でもそうでもないね。まあ、そうね。キャブレターじゃそうでもない。よかったよかった。ただちっちゃ。かわいいね。すごいちっちゃい。ジェットがメインジェットはこれちょっと見慣れた感じなんだけど、このスロージェット、なんかこれ知らない。これちっちゃいし、穴がすごい小さい。これはい、ちょっと一回これふーっとちょっと戻しました。はい、それでですね、これのさっきのこれの話、うん、見てほしいのはこの切りかけの位置。なんか中途半端なところに、ね、そう、これなんですけども、かなり前乗りになってるんですけど、ちょっと説明こっちでしましょう。
パチモン、パチモン PC20 でもちゃんとこれはキャブと、キャブとしては使える、機能してよかった。これ並べると大きさ全然違うのかな。すごいね、全然同じ 50cc に使うようなもんなのに。これもこれ部品外しましてですね、問題これですよ、こちらピン、これ、これの切り欠きがあるんですが、うん、はい、これ中見てもらえば分かるんですけど、中にポチがあるんですよ、一箇所、うん、ポツンと、そこに合う形、うん、これがだからこの向き、うん、この向きね、これ他の向きだと入らない、これはずなのに入らない、うん、ここだけスコンと入るはず、はい、なんですが、これが今ここら辺に位置してるわけですよね、これが、こいつがこのアクセル全開の状態で位置してるのが、うん、これがそもそも違う方向、だいたいここら辺に入っちゃってる、うん、この向きで入っちゃってるということ。なるほど。ということはこれがですね、無理やり叩き込まれた可能性があるんですよ。でこれワイヤーとかが引っかかっちゃってるから、これがなければまだ引っ張り出したら、ここもなんか すごい形状になってる。これもわかんない。さてこれをどうやって出そうかという話、ちょっとスプリング引っ張り出してみようかな、この状態だね。あー間違いす、どうしようかね、裏側からこのこういっとちょっとでも出たらグイッと押せるんだけど、それもできない。これがもう引っ張るしかないか、引っ張ろうにもちょっとニードル抜いてみようかな。とりあえずニードル外しちゃいましょう。ニードル外れるよな、これ外れるね、こんな感じ、はい、ニードル無事外れました。でこいつを引っ張るのに一発目こいつ行ってみる。もう完全使用用途違うんだけど、ここで握ると広がるので、うん、これちょっとやばい感じだね。あ、カコカコはなってる。これで抜けて、あ、いける、ちょっと上がってる、あ、いける、やった、マジでやった、お、うん、お、抜けた、デスト完了、まさか一発で抜けると思わなかった。あれ、中の爪が折れてるとかはない？いや、わかんない、ちょっと待って、うん、見えるかな、見えます、ありますね、あるね、あるね。これちょっと待って、一回これ全部外してみよう。これ、あーよかった、見えなかったね、最悪の事態は。ちょっとこれ今俺が引っかいたか傷だよね、うん、やっぱなんか叩いてるね、ゴンと。これだ、ここにガッと食っちゃってるけども、うん、これ自体は生きてるし、キャベテの子なんか見えますでしょうか。ありますね、突起が残ってるから、これをこれどっち、このキャベツ、これがエアク、ん、あ、これマニホールだ、じゃあこっちだ、うん、どっちがどっちだか全然わかんない、このキャブ、これか、ここ、それに沿わせてだね、沿わせて、うん、スコンと入れば入んない、あれ入んない、え、あ、まずい、やっぱまずってる、あ、これだ、こいつだ、うん、このピンがひょっとして回っちゃった、あー、あ、うち、おー、さあどうしよう、これやっぱりちょっとこれ変形してますね、無理やり叩いたし、うん、ここになんか思いっきり変形しちゃってるから、ひょっとするとこれを削ればいくかもしれない。で、もう一つが、はい、この中のポッチを、これをなんとかこの状態で固定してもらわなくちゃ困る。でないと回転するからね、これ。これどういう、あれかな、中に入っちゃわなければ、これ叩いてこれ広げちゃえば多分固定はできると思うんだけど、はい、さあどうでしょう、さあうまくいきますかどうか、さあやってみよう。